ここはですね、須走口の富士山浅間、富士浅間神社、東口本宮なんですね。これが富士山ですね。今日はちょっとここからですね、須走口登山道登っていきたいと思ってます。ただ今日はちょっと山頂までは行かない予定です。まあ、須走口のご紹介というつもりです。須走口の水ですね。こっちが駐車場です。吉田口から0号目浅間神社から登ってくると思いましたけど、あんな遠いところまで行けるのかだと思いますね。今日もちょっと不安です。今6時30分ぐらいですか。91里松と書いてますね。その壁、鳥さんの絵が描かれてます。走り口も5号目であと 8.3 キロというふうになってますね。ここ道があるのかな。旧登山道とありますね。歩けるのかな。ちょっと様子見ましょう。立ち入り禁止なんで、ちょっと奥へは行きませんから、ちょっと覗いて見てみましょう。そこは入り口ですね。ここにピンクのリボンがあります。道があるみたいですね。じゃあここから行ってみましょうか。ここからですね、今次郎がしばらくはちょっと憑依してご案内したいと思います。こんな感じの道ですね。ちょっと道前にしないと気をつけていきましょうね。また富士山面が近づきましたね。こんな感じですね。こういうとこ、今週の中の人もいいんですよね。憑依してる方が虫に刺されなくかもしれませんしね。これ倒木ですね。下から行きましょう。最近はですね、本州が1ヶ月憑依できる時間がだんだん短くなってますね。特にこういう夏の山登りはなかなか大変です。時々中の人と交代します。何かちょっと明るいとこ出ました。あ、多分ですね、この辺がよく俗にグランドキャニオンというところかもしれませんね。今さらリボンがですね、向こう行ってるんですね。で、こっち側の熱海ラインのある方なんですけど、どうもグランドキャニオン向こう側を通るふうにリボンが案内してるんですね。ちょっとそっち行っちゃうとかなり大回りなのと、ちょっと危ないところがあるかもしれないんで、道はないんですけど、こっちから一回アザミラインに戻ろうと思います。はい、富士アザミラインに行きます。そこで合流ですね。ちょっとここで一回今週の活動をして、また中の人に戻ります。少し標高があったんですけど、いい景色ですね。この辺はアザミがいっぱい咲いてます。
中央目馬返し5合目まであと6キロだそうです。鳥のようなものが見つけましたね。あ、登山道ですね。では入っていきます。こっちからだと 3.3 キロですね。あそこから急な登りなんでしょうね。馬返し鳥と書いてますね。ですね、あの地図より左だそうですけど右の方が見るとしっかりしてますよね。だこっちちょっと左と信じていきましょう。通ると合流したさそうでまた右行きます。ここから行きました。思いっきりグランドキャニオンって方が書いてます。これはすごい景色ですね。ミルフィーユの壁みたいになってます。これがグランドキャニオンと言われているところですね。だからこの底のところ歩くしてもいいんですけど、さすがに今日はちょっとここだけ来たんではないのでちょっと戻ります。そこが登山道ですね。この札あっちって書いてます。なんかまたこの辺から入るのかな。バス停がありますね。ちょっとそこで休憩しましょう。それではパリアスのバス停出発しますね。あそこにまた登山道がありますね。なんだ、言うんですか、なんか柵をしてますね。ちょっと覗きました。どうやって入った、あ、ここか。いただきます。谷筋を引っ張って向こうへ回るみたいですね。少しバックする形になってますね。山の中に向かってきますね。なんかちょっと心が折れそうになってきましたね。はい、95丁目という石碑ですか。ずっと仙骨の道ですね。向こうにグランドキャニオンがまだ見えます。こちらから来ました。ラスト1キロ、旧登山道分岐とありますね。こっちの中出るんでしょうかね。ベンチがありますね。宣言にじゃあったと建物が入ってなってます。こっちがルートですね。夜間とお茶碗がありますね。みんながミルクキャラメル。下山道という登山道と書いてますね。あと5号目で200メートルと先ほど看板がありました。まだ2000メートルに達してないんですね。続いて富士山への分岐ですね。ワゴニアと一緒に見た時ですね、ありましたね。ようやく分岐点まで来ましたね。綱が張ってありました。スバッシュ5合目ですね。ここまでだいたい4時間30分かなってとこです。
です。まだまだこれから大変です。こんにちは。食べたい力使っちゃいますんで、ゆっくり行きましょう。もうすぐ11時ですね。もう一回行きましょう。11時ぐらいかな。失敗します。 2000m ですね。ようやくです。スタートが 800m ぐらいですから、 1200m ぐらいになったかな。結構デザインの大きな感じですね。ではデザインの感じです。砂原5号目550、砂原5号目って言っても横は6号目ですけど、見せてちょっと視界が開けたんですね。ちょっと雲の流れが早いですね。一応山頂が見えてますね。本当はこう山中湖が見えるはずだったんですけど、ちょっと出かけたらですね、見えてますね。あんなところに登れるんでしょうか。ちょっとしますね。あそこは砂早い午後見下山ですね。ですけど、6号目のこいのぼりが見えてます。長田山荘、ですね。尺投げ、違って何だっけ、尺投げ山荘だったかですね。はい、長田山荘です。外観です。下は真っ白ですね。外観ですね。今3時半ですね。だいぶ日が傾いてきましたね。よろしくお願いします。
今日の最終目的地ですね。今度は7号目になります。影富士が出て始めてますね。はい、もうすぐです。はい、到着です。0号目からで10時間半ですね。冷えますね。ちょっと影縁は少しぼやけてますね。今日は5時前に着きました。